ちょっとね、この体の湿疹具合、これ変えたりしたらね、ちょっと黒くなります。で、これ体中いろんなところ湿疹とか出て、これはまあちょっと赤くなってますけども、まあ、落ちてるところだけでいいでしょう。もういろんなところ湿疹出た後なんですけども、もうちょっと前の画像で上半身の服脱いだものもあるんですけども、まあその、まあ、軽犯罪法の尻もも胸を見せてはならないのところとかでちょっと気にして撮影し直してるだけで、もうちょっと前の上半身裸の映像だったらもっとはっきり分かるんですけども、これね、松屋っていう牛丼屋さん、まあとんかつとかも出してるんですけども、神戸市北区、兄の仲町、ゲオっていうレンタルショップの隣に7月下旬にオープンしたところなんですけども、そこでね、野菜を、セットで、牛丼とセットで提供していて、生野菜を。で、ドレッシングをね、テーブルの上に出しっぱなしにしてたんですよ。で、これ、昔からニュースになってるんですよ。テーブルの上にドレッシングなんか置いていたら、腐るから、僕もちょっとそれうっかり気づいてなくて、で、ドレッシングをかけて食べると、まあ、湿疹が出ていた、蕁麻疹が出ていた。まあ、湿疹でも蕁麻疹でも発疹でも何でもいいんですよ。ブツブツが出たら、もうそれでいいんです。で、一応、レシートとかだったら、まあ、これ、本人にも言ったんですよ。働いている従業員に何人か。で、最後、8月ぐらいに、8月上旬ぐらいかな。それぐらいに、スターマネージャーの八木というものが、営業妨害ですよとか言ってきて、ある程度の声でね、言ったんですよ。他の従業員にも聞こえるように。いや、本当にドレッシングを出しっぱなしにしとったら腐るから、君たち営業停止になるよっていうことで。だから早くすしまって、ドレッシングは野菜を出す時にかけてお客様に提供したらいいからと。まあ、もともと僕はホテルマンでしたからね。いろんなバンケットとかレストランで実際働いて大きな売り上げとかも達成してますから。で、これ、火付けとか今、これ本当はね、iPad しっかりと見えるはずなんですよ。で、こういう訴える件になったら、火付けとかぼんやりしてるんですけども、これね、裁判所で僕の銀行口座の利益見ていただいたら、値段でね、値段と日付で分かるから、まあ、この AI 機器の困ったところですね。本当ね。あったあった。この人だったかな。労働基準監督官、これ別話なんですけど、まあちょっといいか今は。